津島厚は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、元国土交通大臣政務官兼、内閣府大臣政務官。祖父は、小説家の太宰治。父は、元自民党衆議院議員の津島雄二。小説家の津島裕子はおば。元民主党衆議院議員の津島京一はまたいとこに、当たる。当時、大倉官僚だった父。 津島雄二が外務省在フランス日本国大使館に出向していた関係で、1966年にフランスのパリで生まれる。翌1967年に帰国したため、フランスで生活した記憶はないという。千代田区立番町小学校、千代田区立高町中学校、学習院高等科を経て1991年に、学習院大学文学部国文学科を卒業後、 大学の先輩に誘われて株式会社関連校に入社し、14年間勤務する。2005年に退社し、父の秘書となった。2008年に結婚。2009年7月の第45回衆議院議員総選挙に、父の後継として青森一区から出馬するため、自民党青森県連の実施した公募に参加し、選考審査を経て候補者となった。しかし、 世襲批判などから、党本部の菅義偉選挙対策副委員長が、否定的な見解を表明するなどし、公認が得られないまま無所属で出馬したが、民主党の横山北斗に敗れた。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では、自民党の公認を獲得し、新党政治連盟の講演を得て、青森一区から出馬。 日本維新の会の増田や日本未来の党の横山を破り、初当選した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙で再選。自由民主党政務調査会構成労働副部会長を経て、2015年10月、第3次安倍第1次改造内閣にて、国土交通大臣政務官と内閣府大臣政務官に就任。2017年10月の 第48回衆議院議員総選挙で参戦を果たした。ありがとうございます。